武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は高知大学の前期試験の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文ですが、前期で出ているのが人文社会と教育、そして農林海洋と地域共同ですね。ここでそれぞれ出ております。で、農林海洋がですね、問題の課題文が、あまりないような形式で、お題に対して回答する形で、他の学部学科に関しては、問題文が与えられてそれを読み取り、かつ自分の意見を書いていくような形ですね。で、どちらに関してもただ課題文だけで回答できるかと言われると、練習してないと、非常に厳しいかなと。もちろんその本文内容を与えている、文章やお題が、重視にはなるんですが、普段から小論文を書く練習しておかないとちょっと厳しいかなと思います。なのでどこの学部に関しても、やっとく対応としては、田村に優しく語る小論文、こちらを使用して、小論文の完全攻略本と小論文の完全ネタ本、こちらの、自分の学部に合ってるものですね。人文なり社会なり、自然科学なりですね、を使って、形になるかとは思います。で、回答で求められることは意見論述がメインで、あとは内容説明が、学部学科によっては数題出るかなという程度のものですね。ただその、あとは要約ですね。で、内容説明と要約に関しては、要約の練習さえしておけば、本文自体は割とその、読めば、ちゃんと分かるような内容にはなっておりますので、現代文読解の開発講座などを使って要約練習をまずしておいて、その上で先ほど言った小論文の、書き方、やネタ本で、書く練習をしておけば十分対応はできるかと思います。で、こちらの小論文はとりあえずその小論文を書く練習さえしておけば、あとはそのちゃんと自分で問題提起に対して考える練習ですね、こちらをやっておけば、十分対応できる問題ではありますので、早い段階で小論文の書き方を学んでですね、その上で過去問でしっかりやり込みをやっておきましょう。以上が小論文の勉強となります。